はい、皆さんこんばんは。今日は3本目の動画になります。ですね、自分の人生で、心に残ってるというか、ちょっと嫌な思いをしたっていうね、まだ心に残ってるね、お話をね、させていただきたいと思います。仕事も辞めて、若い頃ね。で、どないしよう、どっか働くとこないかなーって悩んでる時にね、知り合いに言うたらね、ある地方にね、同じような、っていうか、チェーン店ですね、チェーン店あるからそこ行かへんかって言われて、ほんでそっちの地方はね、昔からの友達もおったんで、じゃあ紹介してもらえますかって言ったんですよ。で、自分はその昔からのね、友達のところに転がり込むみたいな形で一緒に住ましてもうて、働きに行っとったんですよ。で、入った時にね、奥さんが、そこの経営者の奥さんと、俺の地元が一緒やったんですよ。で、年齢も近いんで、お互いは、そんな全く知らないですね。別の世界で住んでたっていうか、俺はそういう道をそれた世界って、その人は真面目やったんですよ。で、学校はちゃうかったけど、地元やったわけですよね。同じ大阪の方のあれやったんですよね。ほんで仲良く話してたらね、簡単にまとめてますよ。あんま長い動画できないんでね。ほんならね、そこの経営者がね、やきもち焼きましたよ。ほんで、結構そこ忙しい店だったんですよ。ある日ね、お前やれって言うわけですよ。あれ、祭日か土曜日か忘れたけど、めっちゃ忙しい時に、お前どこどこの店おったんやで、それぐらいできるやろって言われたんですよ。でも俺はね、完璧に同じチェーン店でも全部やりこなしてなかったから、全部できないんですよ。だいたい大まかなことはできるけどね、それをね、丸投げしてね、俺にやれって言うんですよ。忙しい時にね。ほんで、何々何々で注文入ってこなしたけど、もうできようになってきてね、イラ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 してきたんですよ。で、お客さんに迷惑かけながら、その日は終わったんですよ。で、経営者にね、もう言ってしまったんですよ。なめてんのかって。前の職場で俺は別に完璧にできるとは言うてへんやんって言って、なんでな、俺みたいな、そういう何もできへん人間やらすんや、思わず言うてもたんですよ。いや、お前、引っ提げてきたから、できる思ってやらしたいんやって。俺は違うと思うんですよ。嫉妬ですよ。だから奥さんと仲良くしたからね。たまたま地元で話が盛り上がっただけや。もうなんせね、肝っ玉の小さいやつですわ、その親方。まに。次の日やめたけどね。おっても一緒でしょ、そういうところ。なんかね、嫉妬してね、ほんまに。別に世間話とか、しても構わへんやと思ってんけどね。おるけどね、そういう人は。例えば自分が、なんやろな、つまはじきにされてるような感じの思って、ほんで人と話したらすぐ怒るやつとかいてますけどね。特にお姉ちゃんと話したりとかしたら、やきもちとか焼いたりね、する、おるよ、そういう経営者もおるけどな。そやけどね、あくはひどかった。本当に、いきなり俺にパッとやれって、そんなクソ忙しいのに、さばけるわけないやんと思って、こいつだけほんまね、器の小さい人間やなと思ってね。というお話です。伝わったかな、皆さんに。